です、おはようございます。阿部農園のタンドゥです。今ですね、12月の、頭でございます。今日はね、阿部農園の畑に来てるんですけども、何をしに来たかというとですね、以前うちのチャンネルでもご紹介させていただいた、須賀川のね、伝統野菜、曲がりネギというね、ものがあるんですけども、そちらの方をね、収穫に、参りました。9月頃でしたかね、以前動画でご紹介したのは。で、もともとね、埋まってるネギをですね、植え替えて曲げた状態でね、育てていくという、須賀川にね、昔からある、野菜なんですけども、それをね、今回は収穫して、いこうと思います。これね、見ていただけるとわかるんですけども、まあとてもね、普通のネギと比べるとね、かなりね、太いんですよ。もうこの、まあこれでもね、まだ太さで言えばね、そこまででもないんですけども、それでもね、直径で、まあ4センチぐらいはね、あるんじゃないですかね。炎天下の中ですね、この植え替えて草取りとかもね、頑張って、冬になってね、ようやく収穫の時期を迎えるという、まあとてもね、手間がかかってる野菜なんですけども、まあそれね、手間かけた分とってもね、美味しい野菜に、育っております。じゃあね、今日はね、このネギをね、収穫して、食べるところまでね、お伝えしようかと思います。で、今からね、ネギを掘っていくんですけども、このネギね、曲がって埋まっているので、このね、根っこをね、傷つけないようにクワで掘っていかなきゃいけないんですよ。これね、なかなか機械だとちょっと難しいので、クワでね、手掘りしていきます。ネギのね、根っこの方がね、こうくってね、こう曲がってるので、そのね、ネギの根っこをね、傷つけないように、慎重にね、掘っていきます。まあ、こんな感じですね。これはちょっと細いやつですけども、太いやつだとね、この根っこもね、立派なやつがなってるんで、結構深く掘ってあげないと、上手にね、掘り出すことができません。はい、おお、これ太いですね。こう、ほら、こんだけね、土を、根っこがね、土に、入り込んで、いやいや、これね、掘り起こすのはなかなか一苦労ですね。でもすごいですよね、ほら、もうね、卵みたいぐらいの、ね、大きさですよ、本当に。掘るのに失敗しちゃったやつなんですけども、このね、ネギがね、こうしてね、曲がってるのでね、どうしてもその普通のネギと比べると掘りづらいんですよ。で、うまくね、クワを入れてあげないと、こうしてね、ネギが、切れて、しまいます。まあ、こうなるとね、ちょっと普通に売ることはできないので、まあ、加工とかしてね、売るしかないんですけども。はい、で、これがですね、まあ普通サイズのネギと、須賀川のね、曲がりネギ、まあどっちもね、曲がりネギなんですけども、まあサイズの、ね、比較としてね、ちょっと並べてみました。まあこれがね、普通のスーパーで売ってるような、ネギだと思いますけども、まあこれがね、曲がりネギの、まあスタンダードなね、標準的な、大きさじゃないでしょうかね。一応ね、スーパーとかにもね、こういうこのぐらいのサイズの曲がりネギとしてはね、並んでるんですけども、やっぱりね、特別な野菜としてね、まあうちとしてはね、売り出してるので、まあこのぐらいね、立派なやつをね、販売しております。曲がりネギ収穫してきたやつがね、こんな感じになりますね。まあ全部でどのぐらいかな、多分700本とか800本ぐらいはね、あるんじゃないでしょうか。まあほんとね、これでもね、一部でございます。で、こうしてね、今度は、売り物にするためにですね、こういう、端っこのね、乾いた
葉っぱとかをね、取っていきます。保存するにはね、こうして、ね、あの土がねついてた方がいいんですけども、めくっていくとねすごい白い綺麗な、ネギになります。というわけでね、ネギを取ってきたんですけどもね、まあ今回はですね、素材の味をそのまま楽しもうということで、まあ、ホイル焼きをね、やってみようと思います。こんな感じにね、なってますね。本当にね500円玉ぐらいの直径あるかもしれないですね。で今回はですね、この取ってきた曲がりネギをですね、本当ね簡単に、ホイル焼きをね、しようと思います。本当のね切ったやつをもうホイルでねこうして包むだけですね。あんまりねごちゃごちゃ手を加えるよりもね、こうしてシンプルなやつをね、いこうと思います。ホイルに包んだやつをですね、このダルマストーブの上にね、乗せて焼くという、あー風情がありますね。いやーやっぱりね、冬寒いんでね、農作業、外の農作業からね帰ってくると、このダルマストーブねめっちゃ癒されますね。まあ暖を取りながらこのねネギが焼けるまで待つという、いやーこれね贅沢な時間ですよね。この冬のねこのストーブもねすごい癒されますけど、このねパチパチ鳴る音もいいですよね。太いね。おー、すごい。柔らかくなってる。ね。美味しそうだ。じゃあこれを塩で。取れちゃうんですもんね。音声録音してんじゃないの？あ、うん。あ、そう。うん、美味しいですよこれ、うん、本当に正しい音つけただけですけど、うん、すごい柔らかくて、うん、すごい甘い、本当に美味しいですね。うん、ほっぺた落ちるかも。いやいや本当ね、焼いただけなんですけど、ね、まあ焼いたっていうか本当ホイルにただ包んだだけなんですけど、素材がいいからねこういう、うん、簡単な食べ方でも、ね、うん、美味しくなるんです。焼いたのもいいですけど、まあ、鍋とかにね入れても、まあ、すごい、ね、美味しく食べられますので、まあ、曲がりネギをね、まあ、見つけたらぜひね買ってみてください。